トマス・ウィラビーは、グレート・ブリテン王国の庶民院議員、トーリー党所属、バードサル・ハウス初代ミドルトン男爵、トマス・ウィラビーとエリザベス・ロスウェルの息子として、1694年6月11日に生まれた、イートン・カレッジで教育を受けた後、1711年11月1日に、ケンブリッジ大学、ジーザス・カレッジに入学、1720年に、 MA の学位を習得した。1720年12月、ケンブリッジ大学選挙区の補欠選挙で176票を得て、ヘンリー・フィンチを破り、当選を果たした。1727年イギリス総選挙では、父の影響力を借りて、タムワース選挙区から出馬、得票数2位で当選した。得票数3位で敗れたトマス・アブニー候補は、選挙申し立てをしたが、 ウィラビーの当選は覆らなかった。議会では消費税法案に反対したが、それ以外の投票記録はなかったという。1742年12月2日に死去、バードサルで埋葬された。1719年、エリザベス・サウスビーと結婚、5男4女を設けた。ありがとうございます。